皆さんこんにちは、カメラマンの加瀬子と申します。今日は高松、四国の香川県高松に来ております。高松で泊まっているホテルはホテルリブマックス高松駅前というところに来ております。駅からですね徒歩6分から7分ぐらい、駅からは近いんですけれども繁華街とはちょっと遠いので、マンションに囲まれた住宅街にあるということで、周りコンビニとか店はほとんどありません。住宅街という感じになってます。まあ駅から近いとはいえ、まあもうちょっと立地的ななんか他の場所の方がいいのかなというところはします。一泊5525円ということで、まあ安いは安いんで、まあ非常にですね、綺麗は綺麗ですね。なんか古臭いビジネスホテル感がなく、しかも部屋が明るいということで非常にいいかなと思っております。ちょっと残念なのはこのでかい電子レンジ邪魔じゃねっていう、電子レンジあれば便利っていう人もいるのかもしれませんけれども、なんたってうどん県ですから安いうどん食べれますし、コンビニ、そもそもこの電子レンジあっても近くにコンビニねえじゃんみたいな話もありますけれども、っていうか、そしてこういうテレビってすっげえ見にくいんですけど、どこで見るんですかみたいな話もありますよね、という。これ電子レンジ撤去して、テレビをこっちに置いてくれればよくねみたいなこととか、あとね、廊下が広いんですよ。なんかね、廊下がすごい広くて、こんな廊下広くて、なんかこっちに電子レンジ置けばいいんじゃないっていうか、私あれ邪魔だから電子レンジ移動すればいいんじゃないとか、移動するか邪魔くせえもんなみたいな話です。まあでも綺麗ですからね、あんまり文句ばっかり言ってる。あ、そしてね、浴室めっちゃ綺麗じゃないですか。いやー、なんかいいですね。いや、5525円なのにとっても綺麗です。いやー、ホテルリブマックスあんまり泊まったことないかな。めちゃめちゃ綺麗ですね。あ、すごいいいじゃないですか。なんか綺麗だし、まあ、ベッドもね、多分結構シングルにしては結構広いんだと思うんです。という感じで、結構この電子レンジだけ文句言いましたけれども、まあ、非常に綺麗で5525円ということで、いいんではないでしょうかということで、高松に泊まる際に、ホテルリブマックス高松駅前一つの参考にしていただきたいなと思います。